だったらねやっぱ左右同じように作るし動くんですけど、でやっぱそれの正確性もねすごく重要なんですけどね、うん、なんかどっちがいいとか悪いとかじゃなくないですよね。そうです、それぞれですからね。みんなさいろんなことに染めるなって思ってれば最強なのになって思ったけど、私はこっそり思っています。私もできないことはあるけど、そうですね、なんかなるべくこう、まあ、グローバルにというかね、いろんな視点は持った方がいいですよね。すぐね決めがちですもんね、こうこれが正解これは違うとか。そうなんです、うん、でその選択が必要なこともあるけど、うん、なんか、ね、そうじゃない時はもちろんあるから。そうですね、どうですか、やっぱ同じようにやってみた時に、うん、まあ先にこっちやってるのもあるとは思うんですけど、はい、こっちの方があれですよ、私の手あったかく感じますよね、うん、こっちの方が冷たいですよね、うん、感じます、全然感じます、うん、そうなんですよ、なんかやっぱ最初に、まあ、少し冷えてるなぐらいだったんですよ左は、うん、でも右であ冷たって思ったので、動脈とか静脈の関係もあるのかなってわけでもないんですか。いやでもそういうこともあるし、うん、あとはやっぱりその体の使い方で、うん、例えば少しなんか右の方が股関節曲げがちとか、足組む時右が上です、うん、あですよね、そうそう、そうだとやっぱりそちらの方が阻害されてしまうので、あ滞りやすくなるってことですね。ですですです、そうですね、はい、うん、結構足組むってなるとかなり深く屈曲するので、うん、繰り返してるとやっぱりなるべく組まないようになってるんですけど、はい、今日も電車、私はここに来るまでに2階乗り換えなのか、まあでも2階乗り換えの2回目は朝課題朝課間なんです、はい、特にあれなんですけど、はいはいはい、あのなんかそれまで十何駅乗るんですよ、長いですね、結構ね、その間はなるべく組まないようにしてますが気をつけて、罪滅ぼしの気持ちでここに来るまで罪滅ぼしでも冷えってやっぱどういうので治ってくだろうね。やっぱりあれです、足先をよく動かしたりとか、あ最近足動かしてなかったんです、今朝ジムに行ってきたって言ったじゃないですか、これ1週間ぶりのジムだったんですよ。あで それまでで、なんかこの1週間のなんか、鈍くなってて、すごい疲れやすかったのもあって、うんうんうん、なんかあら気分がすごく下がっていてですね、あら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 、あそれは体冷えますね。そうだからそれでもなんか本当に、うん、なんかすごくそれが辛くって、うん、あらあらあら、で頑張りたいと思ってるのに自分にも行けなくってっていうのが続いて、うん、でもこれじゃダメだと思ってとりあえず今日頑張って朝早起きして行ったって感じなんですけど、なるほど、今日その後リラクエあるしみたいな、そうそうそうそれちょっと上げていこうっていう感じだったんですね。そう本当にもういくら頑張っても花澤さんが癒してくれるっていう絶対の信頼感がありがとうございます。伝われって気持ちで今言ってるんですけど、本当です大丈夫ですよどうですか、ちょっと温まってきましたかね。温まってきましたね、うん、でもやっぱふくらはぎ、うん、あれって前回も言ってましたけど、うんうんうん、なんかモコモコします、モコモコ、あのちょっと引っかかりがあるっていうかね、うん、そうですね、そうですね、むくみにはありますね。そうですね、ちょっとあつぼ押しとかですよね、こうほんと、そういう時ってこう排泄もちょっと滞ってたりですとか、滞ります、そうです、滞ってます。多分 お仕事的にちょっと我慢しなきゃいけない時もあったりとかしますよね。すごくたまにありますね。あとはそれこそトレーニングしないと、私トレーニングをちゃんと始めるようになって便秘が治ってったみたいなタイプなんですよ。はい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 、だからしなくなったりしたので、本当に最近滞ってました。そうなんですよね、そういうこういろいろ
単純に動かしてないだけとかではなくて腸内環境とかも影響してくるので、まあ、まあ、トータルなものなんですよね。今度は右。右の方は硬い、はい、硬いですね。明らかに右の方が硬いですね。なんでだろう。でもなんか、はい、あの、まあ、関係あるかどうかわからないんですけど、転んだ時も、結構右の足首あたりの方がすごく痛くって、ああ、そう、右で打ったって言ってましたもんね。あ、もしかしたらなんかかば、あ、そういうのもそうですね。あ、そうですね。痛いとか怪我したとかってあると、うん、やっぱ凝りますよね。それはありますね。やっぱりこう、その急なことじゃないですか。うん、それで、あの、やっぱショックがあるので、あ、そうなんですね、体がやっぱりギュッと緊張しますし。でもなんか前回は左の方が冷たかったっていう感じだったのを私は覚えていて、でも左の方が使ってないっていう意味で、その滑らかじゃないっていう、あ、はいはい、あ、そうですね、そう、はいはいはい、ちょっとだなって思うんですけど、うんうんうん、今回はなんだろう、逆に疲れちゃったのかな、水が、まあ怪我の、ね、影響もあったり、まあでもあれですよ、あの、動く方が自然ですよ、あ、生きてるんで、いろいろ変化はあるものなので、あ、そうか、ね、だから超痛かったですね。めっちゃ痛かったね。ってなりましたね。すごいかわいそう。もう今まずトラウマですもん。あの、ね、階段を降りるの。ね、わかります。怖くなりますよね。でも私なんと、今年の初詣、川崎大使に行ったんですけど、めっちゃ混んでたですよ。でももうちっちゃい頃からよく行ってて、いつも見てもらう占い師さんのブースがある、占い師なのかな、なんかわかんないけど、あの、あるじゃないですか、そういう、はい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 、でそこにもうちっちゃい頃から、はい、小学校1年生ぐらいの頃からなんか友達家族と毎年出て、まあ行かない時期もあったんですけど、3年間ぐらい、今年行ったら、あの、私地獄土星なんですね、あの、なんかあの初めて知った言葉ですね。地獄なんかあのよくわかんないんですけど、はい、虎年のなんか何かは地獄土星だっていう、そういう保守的なあれがあるみたいなんですけど、ちょっとなんかまがまがしい響きですね。そうそうそう、あの、階段には気をつけなさいって言われてたの、言われてたんです。で、しかも私で全く頭なくって、お母さんにびっくりした勢いでね、ママ階段から落ちたんだけどってその場ですぐ電話かけたら、あと覚えて、今年の最初に言われてたじゃん、階段に気をつけなっていう、すごい、階段とか本当に駆け下りちゃダメよって、いやでも駆け下りてないんだけどな、いや気をつけなさいって言われてたよとか言って、へー、そういうことあるんすね。そうだから、すごい、じゃあちゃんと当てられる方なんです ね、だからなんか考えながら何かするんじゃなくって、一つのことをずっとなんかやるときは集中しなさいとか、なんかその、うちのお母さんとかも同じその時刻度性の分類らしいんですけど、じゃあ一人で占ってもらえばもう大体わかるじゃないけど、まあただなんか年数が違うから、それで、そこはちょっと違ってくるんですね、なんですけど、あの、そういう風な方、お母さんは運転しながら物事を考えない、余計なことを考えずにしたら、まあ、とりあえず事故みたいなのは、っていう風に言われていて、
やいや。にしても右足硬くないですか。いや、めっちゃ硬かったし冷たい。そうですよね。まあ、パンパンっすね。すごいな、うん。痛み大丈夫ですか。痛みはあのまだ気持ちいいぐらいなので。うん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 、気持ちそんなに苦しくないって感じなので大丈夫なんですけど、はい、あまりにも張っている子っていることに驚いております。驚いて、まあなかなか普段の生活だとそこまで細かく分かんないですもんね。というか分かったら疲れちゃうからな。そうですね、もう無視しちゃうじゃないですけど、絶対良くない、絶対良くないのは知ってるんだけど。はいはい、でもだいぶあの引っかかりはなくなってますね。こうさっきこう止まっちゃう感じがあったんですけど、そうだった、うん、それはなくなってます。めちゃくちゃいつも通りでいるんですけど、こんなに喋ってて大丈夫なんですかね。まあこの分かれるとこですけどね、お好みなんでね、あれですけど。でもあのなんか自然体でやった方が私はやりやすいので、うん、喋んない時は喋んないんですよね、これ不思議と。あ、そうですね、うん、確かに、うん、とかみたいにはならなかった。いやでも多分ちょっとある気がします、うん、がね、なんかちょっと足首、ね、そうですよね、背が出てますよね。そうですよね、うん、結構当日とか翌日翌々日とかでしばらくきつかったんじゃないですか。いや、きつかったですね、日常動作もね。そうで、たまたまなんでかわかんないけど、たまたま、はい、あの職場の、はい、あのポーチの中に湿布を入れてたんです、はい、不思議、いつも入れるわけじゃないのに。もうだから買って、よかったですね。仕事はしなきゃいけないから仕事はしてたんですけど、えらい。で、みるみるこんな青たんができて、うん、足首おかしそうですよね、うん、なんかちょっと違いますね。普段もっとちゃんと滑らかな。でも割とスッキリしてきましたね。ですね、うんうんうん、あの足首が最終に引き締まって、お、うん、ここもね、そこはそこ最初あれでしたもんね、うん、そうそうそう、止まっちゃうところだったんですけど、まあ、スーッと動くようになったんで。
いいんですかね、温度差、ね、あまり感じなくなりましたね。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あ、すいません。